こんにちは、センス D です。毎週木曜に会えるイベント情報を更新してます。あなたの街でもイベントがあるかもしれません。今日は8月17日時点の最新情報です。まずは京都祇園甲部、8月25日金曜日から8月27日日曜日、全2回、12時半と18時、京都祇園の芸妓舞妓の宴、会場が水義庵、東京日本橋のお店になります。こちらですね。お店のホームページに詳細掲載されております。こちらですね。昼の部と夜の部、それぞれこちらからご予約できるようになっております。次。9月18日月曜祝日、17時から祇園甲部初秋踊り今日の行き、会場が名古屋マリオットアソシアホテル16階宴会場フォワーズボールルームです。こちらですね、ホテルのイベント情報のページに掲載されております。こちらですね、詳細とあとご出演される方のお写真こちらに掲載ございます。次、10月1日から10月6日金曜日16時から温州会、会場が祇園甲部かぶれん場です。こちらですね、温州会のページがありまして、こちらに掲載されております。その方にですね、オンラインチケット予約できるようになっております。8月21日から購入可能です。次、定期公演、こちら毎日です。18時と19時2回公演になっております。祇園コーナー、会場が祇園甲部かぶれん場小劇場です。こちらの公演案内チケットから、こちらですね、チケットを購入する、会員登録せず予約購入へ、こちらからですね、チケットの予約ができるようになっております。次、神市県、現在開催中になっております。9月5日火曜日まで17時半から22時、神市県ビアガーデン、会場が神市県かぶれん場です。こちらですね、ホームページの下の方にこちらからですね、オンライン予約できるようになっております。次、宮川町、9月29日金曜日全2回12時と18時、あと撮影会が15時半からになっております。よさむの里金秋の宴、会場が雅叙園名古屋市のお店です。こちらですね、お店のホームページに詳細掲載されております。昼の部と夜の部ですね。夜の部は名古屋の名義連の方々とのコラボレーションイベントという形になっております。あと撮影会のご案内もこちらに掲載されております。下の方にですね、ご出演される方のお名前も掲載されております。次、東京八王子、8月22日火曜日12時から芸者テラス、お昼に八王子芸者、会場が外テラスです。芸者テラスの申し込みはこちらとなってるこちらのページですね。こちらですね、お昼に八王子芸者おすすめと掲載されております。イベントの内容ですね、こちらに詳細掲載されております。次、8月22日火曜日、お昼の部と同じ日ですね、18時半から芸者テラス、こよいは八王子芸者、会場が外テラスです。こちらの先ほどのホームページですね、同じところに、お昼の公演のご案内の下の方ですね、こちら、こよいは八王子芸者夜の部という形で掲載されております。内容もですね、こちら詳細掲載されております。次、浅草、10月6日金曜日と7日土曜日、全2回、13時と16時です。浅草踊り、花街の秋、祭りのにぎわい、会場が台東区障害学習センターミレニアムホールです。こちらですね、詳細掲載されております。チケットの発売もですね、もう開始されております。次、定期公演、毎週金曜日21時から、浅草芸者の踊り、会場が浅草ビーホテルアネックスロックです。こちらのホームページのこちらですね、イベント情報のところに、浅草芸者の踊りが掲載されております。次、神楽坂、10月14日土曜日、全2回、12時半と15時半、水北海、会場が四ツ谷区民ホールです。こちらの神楽坂さんのホームページの下の方ですね、こちら、水北海ご案内載っております。チケットの購入もですね、こちらからできるようになっております。次、出演者未定なんですが、9月9日土曜日、17時半から、芸者と納涼屋形船、会場が船宿駒形です。こちらですね、詳細掲載されております。屋形船で踊りとか天ぷらとかお酒を楽しみましょうというイベントですね。次、関東箱根です。
8月19日土曜日、8月20日日曜日、全5回、11時半、13時半、15時半、17時半、19時半、ゲイシャズバー2023、会場が箱根湯本鍵盤1階ホールです。こちらですね、ご案内載っております。タイムスケジュールとですね、催し物の内容ですね、こちらに掲載されております。次、9月1日土曜日、9月16日土曜日、全2回、20時と21時です。ナイトフラットゲイシャ、会場が箱根湯本鍵盤1階ホールです。こちらですね、ご案内載っております。イベントの内容ですね、踊りとプチお座敷遊びと、芸者衆の皆さんとのトーク、あと写真撮影などがありますよと、ご案内載っております。次、9月4日月曜日19時から、ゲイシャズバー in 湯本富士屋ホテル。会場が湯本富士屋ホテルグランドホール箱根です。こちらですね、ホテルのホームページのお知らせのところに掲載されております。こちらですね、詳細こちらに掲載されております。次、横浜。8月19日土曜日、全2回。11時半と13時15分から、戸越八幡神社で芸者が教える日本作法。会場が戸越八幡神社。東京都の品川区にある神社になります。こちらですね、掲載されております。1回目が11時から、2回目が13時15分から。こちらのイベントですね、内容が盛りだくさんな上にですね、ランチ付きで、あと舞踊もご覧いただけるというイベントなんですけれども、非常にリーズナブルでお得なイベントになっているようです。次、9月1日金曜日14時から、横浜芸者が伝える関東大震災から100年の物語。会場が横浜市磯子区民文化センター杉田劇場5階ホールです。こちらですね、詳細掲載されております。演目の内容もですね、こちらに詳細掲載されております。次、北海道東北、岩室温泉、8月20日日曜日18時から、岩室温泉踊り、和踊り。会場が富士屋駐車場です。こちらですね、皆さんで踊り踊りましょうというイベントになっております。次、盛岡、9月30日土曜日12時から、お座敷体験講座、会場が料亭木の字です。こちらですね、ご案内載っております。これですね、第3回のイベントになります。次、古町芸妓、8月26日土曜日15時15分から、明和義人祭り、会場が新潟市古町通りです。こちらのお祭りのホームページの下の方ですね、パンフレットにですね、こちら、奉納舞が古町芸妓さんによって披露されますよというところに掲載されております。次、9月22日金曜日、18時半から、新潟踊り前夜祭、会場が日本料理いきなり屋です。こちらのリュートピアという新潟市の芸術文化会館ですね。そちらのホームページにですね、新潟踊りのご案内が載ってるんですが、そのさらに下の方です。こちらですね、関連企画のところに古町新潟踊り前夜祭のご案内が載っております。編になり次第終了とのことです。次、9月23日土曜日祝日全2回、12時と15時半、第35回古町新潟踊り、会場がリュートピアです。こちらですね、リュートピア、新潟市民芸術文化会館のホームページにご案内載っております。詳細こちらですね。チケットのご予約もこちらからできるようになっております。次、9月から11月の間に、古町芸妓と日本酒を知る港町新潟の料亭文化体験会というイベントが行われます。こちらのイベントですね、掲載されているように、20から30代の方限定のイベントとなっております。イベントのプログラムの内容ですね、こちらに掲載されておりまして、9月の会場はこのお店になります。10月もこのように掲載されてまして、11月までですね、それぞれのお店でイベントが開催されるとご案内載っております。次、坂田舞子、定期公演です。全2回。ランチ演舞12時から、演舞のみが14時から、会場が相馬楼です。こちらですね、休業日のお知らせが載っている日以外は開催されるという形になっております。こちらがランチ付きの演舞、そしてこちらが演舞のみのイベント、それぞれこちらからですね、ご予約できるようになっております。次、秋田舞子。8月28日月曜日18時から、林家とんでん兵落語会。会場が秋田文化産業施設松下です。
ちらですね、イベントのご案内載っております。落語会の合間にですね、秋田舞子さんが踊りを披露されるというイベントになっております。次、定期公演、毎週土曜日全2回12時と15時です。松下秋田舞子劇場、会場が秋田文化産業施設松下です。こちらですね、お昼の部と昼下がりの部でご案内それぞれ載っておりまして、ご予約もこちらからできるようになっております。次、中部名古屋、8月20日日曜日15時から直太郎と名義連の宴、会場が名古屋能楽堂です。こちらですね、ご案内載っております。出演される方のお名前もですね、こちらに掲載されております。次、8月25日金曜日、全2回、17時半と19時半です。ネギレントを楽しむ夏のビアガーデン、会場が名古屋です。こちらですね、詳細ご案内載っております。次、9月29日金曜日、夜の部のみのご出演になります。18時からです。よさむの里、金秋の宴、会場が雅叙園です。こちらですね、先ほど京都の宮川町さんのイベントを告知の時ご案内したんですが、こちらですね、夜の部のび京都の宮川町さんと名古屋名義連さんのコラボレーションイベントということになっております。次、熱海芸妓定期公演です。毎週土曜日曜11時から花の舞、会場が熱海芸妓鍵盤かぶれん場です。こちらですね、花の舞ご案内載っております。毎週土日1日1回公演です。次、金沢芸妓、8月19日土曜日、金沢芸妓夏のお稽古風景特別体験会、会場が各鍵盤事務所です。こちらですね、7月8月限定のイベントご案内載っております。それで最後のイベントですね、8月19日のイベントになります。西茶屋町になりますので、こちらですね、西料亭組合事務所の方でのイベントとなります。次、8月19日土曜日から8月31日木曜日まで16時です。ミートア稽古、会場が金沢浅野川園遊会館です。こちらですね、お座敷体験のご案内が載ってまして、こちらですね、開催日はカレンダーで確認してイベントの時間がこちらになりますとご案内載っております。次、9月15日金曜日から9月18日月曜祝日まで全2回13時と16時です。金沢踊り、会場が石川県立音楽堂邦楽ホールです。こちらですね、詳細ご案内載っております。あと、同じ日にですね、お茶席もですね、開催されると掲載されております。次、清水芸妓、9月から11月の12時から、昼の芸妓の踊り鑑賞会、会場が静岡市内の料亭です。こちらですね、踊り鑑賞会のご案内と掲載されておりまして、毎回ですね、このように会場が違う形になっております。次、下呂温泉、定期公演です。8月のお盆時期とあと土曜日になります。芸妓さんの舞、会場が下呂温泉合唱村、白鷺座です。こちらですね、掲載されております。あと月の後半の方はですね、土曜日と日曜日にイベント開催予定になっております。次、関西有馬芸妓、現在開催中のイベントになります。8月20日日曜日まで18時半から22時、有馬両府ビアガーデン、会場が有馬川浸水広場です。こちらの有馬温泉のホームページにですね、掲載されております。こちらですね、毎日今日のイベントの開催状況がこちらに掲載されるようになっております。こちらですね、この動画を収録しているこの日は中止ですよとご案内になっておりますが、開催される日はこちらに本日開催しますよとご案内出るようになっております。次、現在開催中です。来年の3月22日土曜日まで11時から13時半有馬芸妓文化講演会、会場が有馬鍵盤1階カフェです。こちらですね、詳細ご案内載ってます。観覧無料の講演会ですということでご案内載っております。講演日もですね、こちらですね、詳細掲載されております。次、定期公演です。毎週土曜日曜12時から14時稽古カフェ糸、会場が有馬鍵盤1階カフェです。こちらですね、土日限定12時から14時はコーヒー飲みながら稽古の踊りをご覧いただけます。お気軽にお越しくださいませとご案内載っております。次、九州博多、8月26日土曜日13時から
あと9月7日木曜日16時から博多芸妓公演、8月9月公演、会場が博多伝統芸能館です。こちらですね、10月の公演のご案内もすでに載っております。8月公演がこちらですね、26日とあと9月の7日ですね、こちらからご予約できるようになっております。次、12月2日土曜日と12月3日日曜日、全2回11時と15時です。第30回博多踊り、会場が博多座です。こちらですね、商工会議所さんのホームページに掲載されておりまして、4年ぶりに復活とご案内載っております。チケットがですね、9月11日月曜日から販売開始とご案内載っております。こちらですね、現在チケット準備中と掲載されております。次、嬉野温泉、9月17日日曜日12時半から嬉野伝統芸能保存会4周年公演、会場が佐賀市文化会館大ホールです。こちらのホームページの下の方ですね、こちらですね、イベントご案内載っております。次、定期公演、水曜日と毎月第4週末、憩い座の日、四季の舞、会場が憩い座です。こちらのホームページの下の方です。こちらですね、四季の舞が毎月第4週末に開催予定です。あと憩い座の日が毎週水曜日12時から14時でご案内載っております。今週のニュースは以上です。お盆休みも終わりまして、秋のイベント情報もですね、そろそろ出てくるかなという感じになってきましたね。チャンネル登録、高評価ぜひよろしくお願いいたします。ではまたお会いしましょう。